ミスをしないことについてもっと深く追求しますこれはとても大切なことです数あるミスの種類の中でもネットミスは最もやってはいけないミスですテニスをするには3つの障害物を超えなければいけません1つ目の障害物はネットです2つ目はコートライン3つ目は相手です ポイント取るためには一番簡単な一つ目の障害のネットトミスででポイントを失ってはいいけないのですボールをネットより少し高くしてネットミスをしないことが大切です私は毎日選手たちにしつこいほど高い弾道で打つように言いますリスクを少なくするために少しでも高く高く打つように何度も繰り返し言います